ったのかな。タッチ。ちょっとやんなさーん。あ、タッチ、うん、そっちのタッチ、あ、これすごくない？僕拾った？ちょっとほら僕の方が先にはしご登ったのに、そっちのタッチだって、机の周りをコーナーで負けた。いや、僕の目線だと僕の方が早かったか、多分同じことを思いながらコーナーで差をつけたんだ。今センターしか拾ってないから寂しいんですけど。すごくない？僕よく気づいたと思いません、ね、スナッパイさん。ちょっとそれはザッタッチ、うん、それをもう先端拾って突っ込み終わって全員に無視されたね、2人ともね。そう、拾えなかった。僕はスピーカーミュートが遅かったで、もうすいません、あのスピーカーミュートしました。見事です。多分僕あのさ、まあでも俺言いたいことがあってさ、今ちょっと感動してさ、うん、エンジン分けしてタスク見るじゃん、まず、うん、あのね、うん、メインから右にしかタスクがない。よかったそんなわけないだろ、黒に決まってるよし、コミサボ押そう。幽体離脱。ドラえもんやそれもザタッチや。ちょっすすすすサボは向かいましょうね。理由は、死んじゃうから。そして、不必要に容疑者が増えてしまうから、浮き位置にならないように向かいましょう。アリバイを作りましょう。そうすれば勝てる。クレーメイトは立ち回りが大事。インポスター以上に立ち回りが大事。ロリーシュオレンジ。死なない立ち回り、死んでも大丈夫な立ち回りをね、これを開けましょうね。白オレンジ、緑白オレンジ。次のムサワが来た時か、キッチンに湧いた時でいいね。ダウンロードやっておきたいけど、これは無理だな。押すんだ。ああ押しちゃいました、ごめんなさい。コミサボ直って直前、ね、直後です。コミサボ直った直後です。そうそう、はい、めっちゃ白出せます。え、コミサボにいた人をあげればいいんじゃないでしょうか。はい、僕とナイトメアさんが一緒に見ていて、コミサボが直って 0.5 秒後ぐらいに死にました、エレジーさんが。あ、バイタルを見てたんだ。はい、僕と2人で見てました。シャワー室の可能性があって、うん、シャワー室誰かいました？あ、アドミン見てたんだけど、うん、結構チラ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 動いてたけど、シャワー室だけずっと1だったから、最後シャワー室に行こうとしたところでこのレポートがなってます。シャワー室入るのは、コミサボ中に、シャワー入ってくのは見てる俺が。おー、アーカイブでシャワーだったんだ、うん、そうだから、で今俺バイタル見て、あ、LG さん死んでると思って探しに行こうとしたんだよね、うん。じゃあ、コミューサボン、じゃあ直した人絶対白なんで、緑赤、マユコ、ブキコいた、マユコ、ブキコ、緑、赤、白、オレンジ、はい、黄色、結構いけますね、色。ほんで、バイタルにいるナイトメアも行ってると、マックスもバイタル見てるんで、マックさんと僕が行って、マックさんはエレクトリカル側に、僕はカーゴベイ側に抜けてる、はい、だから、要は、情報が嘘じゃないことを証明できる。うん、うん、じゃあシャワーでメスが、いや、センタンと合ってるし、ピカークロさんとも合ってる、うん、2秒後なら無理ですか。夏目先生がメインホールから左方向に走ってるのを見てて、うん、私もその後追っかけてるような感じかな、移動経路としては、うん、あ、じゃあエンジンルーム側からセンタンから出てます、ギリ可能ですか、はい、プテスさんも行ったんだっけ。いや、2秒後でしょ。うん、多分無理だと思うかな。夏目先生いたよ、僕は早い段階、センターと同タイミング、うん、絶対100無理です。
じゃあ浮き僕が心電図を見た後に右ですれ違ったのはスナパイさんとエロちゃんだけです。うん、じゃあエロスナパイさんもいるか。記録のタスクやってましたね。エロピカか。んあれ俺ってなんで入った。僕が右に見たのがスナパイさんとエロちゃんだけなんだけど、シャワーで死んでるんだったらエツアの可能性が高いかなと思っている。あれ一応セキュリティでマイク通ってるよ。タッチ。ほら、ピカクロスさんも一応可能なのかな。ラインがちょっと見えたけどね。全然。はい。はい。はい、ちょっとももう一回まとめてほしい。コミュニケーション前にいたのが、うん、センタン、夏目、クテハシ、ピカクロスで、マユコさんが武器庫に、マユコさんが武器庫にいました。だから、この5人は白で、バイタルを見ていたのは、マックスさんとナイトメアさんです。いやいやいや、待って、僕は夏目ピカクロスは見てないけど、あ、センタンは見てると思うんだけど、夏目先生視点、ピカクロスさんどのくらい可能ですか？ 100% 無理。最高尾ですよね、要は。うん、最高尾だから。ピカクロスさんが一番最高尾。なるほどね。だからコミュニケーションが治ってすぐだった場合、シャワー室までワープしないといけないので、うん、バイタルの情報が死んだった場合、無理だと思います。バイタルがコミュニケーションサボタージュ中に、はい、ピカさんはエレクトリカルにいました。うん、ごめんなさい、プテさんが、見てたのはセンタンさんだけ。いやいや、僕はマユコ、センタンは絶対。あー、なるほど。で、ピカクロスもわからん。で、センタンさんは夏目さんだけ見てる。僕が多分情報自分出せるんで、夏美先生とプティアスさんとマイコさんは無理です。 100% ピカクロスさんはちょっと分かんない。そうで、私は確かに最後尾の方向だったから、容疑者候補に入ってしまうギリギリもしかしたら入るかもしれないけど、夏目先生の情報からそのバイタル情報と合わせるとできないっていうことが一応証明できるぐらい。あ、だから、あるとしたら夏目先生とピカの二郎ってことで、はい、そうなるね。僕一番浮き石だと思うので、あんまり証言できないんですけど、まずシャワーに行ったっていう証言をするのがあんまりインポサリーないと思うんですね。うん、で、あとコミサボ終わった直後に、ナイトメさんが、貨物室の金庫の方から出てくるのを見ていたので、直しに行ってないというところで、ここのグレイチであるのかなと僕目線は思ってるんですね。マックスさんは押しに行ってるので、マックスさんとナイトメアさんって死んだタイミング一緒に見てて、僕は死んだのを探してて、エレジンさんがちょっと右に向けてるのをしてるから、金庫で死んでないかを見て。ちょっと待って、コミサブ中生きてたよ、エレジンさん。だ見れないと思うんですよ。コミサブ終わった直後に死んでるんだ。直後に死んだ。うん、スナパイさんの話が必要だと思います。スナパイさんとさとエロちゃんの、まだうん、押したけど、僕はいいとは思います、ちょうど。スナパイさんまで釣る？釣るの早いって言ってたらね、このマップはね、ボタンが足りなくなっちゃうんだ。最悪、白でもいいから、2枚落としとかないと。はい、時々点スナパイさんに聞きたいことが言ってあるんですけど、よろしいですか？スナパイさんアーカイブでお会いしたじゃないですか。確か覚えてない。どこだっけ。で、右側に行ったのを自分覚えてるんですよ。とりあえずスナパイさんが、うん、ラウンジでおたんちゃう。ちょっと今のエロちゃん釣り結構なんか理不尽な感じがあったと思うから、バイタルの話をちょっと聞きたかったな。なんかエロちゃんって死んだタイミングで貨物室で生きてるエレジさんを見たみたいな議論じゃなかった今。いや違う違う、コミュニティケーション中に生きてるエレジさんを見たって話でしたが、うん、そもそもが、バイタル情報でコミが終わった2秒後に死ぬ瞬間を見られているので。あ、なるほどね。って言ったのにナイトメアさんを怪しんでるから投票してます。そうっす。で、その情報が正しいことは、うん、診察室で俺がナイトメアさんとバイタルのほぼ上ぐらいですれ違ってるのね。なるほどね。うん、了解。外側から来るスナパイさんとすれ違って、僕は金庫のところに。あ、わかりました。探したんですね。で、マックさんとナイトメアさん視点、スナパイさんの犯行は無理と言えるかどうかが多分大事だと思います。僕はスナパイさんに会っていないんだけど、ナイトメアさんがスナパイさんを見てる。
ていう状態、僕はその貨物ラウンジアーカイブリフトの方まで探しに行って死体がなかったので、おそらくシャワー室ルームにあるのであれば、うん、シャワーで殺してすぐに貨物室の弁当に飛び、僕とすれ違うのは不可能ではないと思っているので、エロちゃんを釣ったのであれば、スナパイさんまで釣った方がいいかなと思っています。あー、そうなの。あとね、何もないっす。ラウンジでスナパイさんと会って貨物室で結構たくさく長いことしてました。まあ、トイレやってた。あの後トイレやってた。ごめんなさい、僕エロちゃんが死ぬの時って、スナパイナイトメアかピカクロスナツメかなと思ってるんですけど、あ、同じく、はい、私もそう思ってるので、はい、なのでエロちゃんさんが釣っちゃった以上、うん、そうだから俺落としたいなと思って、一人ずつ落としちゃダメ。私それ賛成です。あり、うん、じゃあやりますか。キルどれから落とすってこと、スナパイナイトメアってさ、だってナイトメアさんはいや、でもナイトメアさんがスナパイさんを切ったから、もうそれ確定してるから、まあ次、まあ、まあ、別に4ローラー合わせるってこと。私ピカさんか夏目先生、そうそうそう、落とす。いや、それだったらもういいけどな、7人で進めれば3キル起きないようにすれば。はい、わあ、ごめん、押させちゃったね。押すつもりだったんだけど。うん、あ、マックスさんにお聞きしたいんですけど、はい。ピカクロスナツメラインって足して、まあ、あるのは分かるんですけど、はい。先端もピカクロさんがいたって証言を最初に1回してるんですよ。してないです。で、あ、してない。してないはず。黄色って言ったんだ。してない。あ、まあ、分かった。じゃあ、いや。じゃなくて、なんか急に白になんか夏目さん白出したなって思っちゃったんだけど、あれは、ね、それは見たからね、多分ね、あの、そう、あの、あと真由子さん、はい、ごめんなさい、失礼しました。で、まあ、じゃあ進行なんですけど、その二郎をケアしていくのであれば、ナイトメアさんがマックさんから一人で、夏目さんとピカクロスさんが一人っていう進行を釣るっていう進行を取りたいってことですか。いや、違います。僕が言ってたのは、ナイトじゃない。エロちゃん単狼だった場合のケースとか思ってないです。エロちゃんさんが、白だった場合って、あるのが、ナイトメア、スナパイの二郎と、夏目、ピカクロスの二郎しかないから。ね、それは。夏目、ピカクロスは分かるんだけど、ナイトメア、スナパイは繋がってないです。うん、なんで繋がってるのはナイトメア、マックスですよ。いや、あの、いや、それをスナパイさんが見てくれていたから。自投票、いや、真由子さんいいよ。私、釣られていいと思ってるよ。いや、いらなくないですか。私は釣りたいです。釣る理由が全くわからないです。だって、僕はエロちゃんスナパイで落ちてるかなと思っている。2郎確定してるんでしょ、そのケアする対象が。うん、だったら夏目先生とピカクロスさんの、2郎を追いながら3キルが起きないようにすれば、それでよくないですか。なおかつ、なおかつ、一番エロらしい位置って真由子さん。一個言わせてほしいのは、今までの議論私言いたかったのに一切参加できてないから誘導があるとは思ってるよ。私一切今の議論で参加できてないからね。何よこれ。いや、ボタン押せばいいです。ボタン押せば、ボタンが僕とエレクトリカルに関してそこのラインが黒に。だったらそれを見つつボタン押せば大丈夫です。うん、誰かじゃあお願いします。まあ、わかる。気持ちはわかる。けどそれをするんだったら、あ、じゃあスナパイさんが二人いるのを見てる。でもバイタル情報をスナパイさんが見てるわけではなかったよね。確か。やってたっけ。言ってるか。よしセーフ、うん、ありがたいですね。いや、ちょっとさっきの話だけど、僕はスナパイさんもエロちゃんもそんなに話すことをせず釣っちゃってるから、
するべきだと僕は思って入れたけどね。うん、ピカクロスさんさっき自投票だったんだったら、あと誰入れてないよ。あ、自投票じゃない、自投票じゃない。一回スキップに入れてる。私が喋れてなかったから。じゃあ喋っちゃう。喋ってもらいましょう。喋ってくださいというよりかは、私は客観視点で、その夏目先生とのラインを追われてしまうんだったら、私は落ちても構わないかなとは思ってるぐらい。で、実際問題、なんだろう、LG さんのキルのパターンが、例えばエロちゃんさんじゃないのであれば、ラインがつながってるところという観点で、マックスさんとナイトメアさんのラインが否定されるんだったら、ワンチャンありなのかなと思ってる。エロちゃんさんとかスナパイさんとか、落ちてるのかなっていうふうに思ってるぐらいかな。だから逆に言うと、マックスさんとかナイトメアさんのラインも今の議論ではあると思ったから、それ逆にマックスさんとナイトメアさん以外で否定できる要素ってあったってことの確認を取りたい。うん、ここに聞きたいです。マックスさんとナイトメアさんの2路はスナパイさんが否定できてましたっけ、完全に。そうそうそうです。そうだから、ないっていうことです。いや、じゃあスナパイさんがクルーだった時にはそれが、ないってことなのね。いや、いいですか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 。スナパイさんは、スナパイさんはナイトメアさんを見ていたって話をしていて、はい、マックスさんとスナパイさんお互い信任し合ってないので、はい、でもスナパイさんと僕、はい、スナパイさんが僕を見ていて、僕がマックスさんを見ていて、そうそうそう、だから、ごめんなさい、ごめんなさい、マックスさんとナイトメアさん、ちょっとごめんなさい、2路疑われてるっていう位置なんで、ちょっと、じゃあ、マユコさんとかペテヤさんに聞きたいんですけど、うん、この2路はないと思いますか？そういう話じゃなかった？だから、ないからケアするためにスナパイさんとヒロちゃんさんだから、ピカさん、夏目ピカクロスさんはお互いでその二郎って追われちゃってるから、片方を捧げてほしいと僕は思ってるから、いや、だから夏目ピカクロスさんはナイトメアワックスの二郎を、じゃあもう合わせます、合わせます、いい、だから私に入れて、私に入れるから、うん、で、私が白ということはこのボタンからも考えてほしいっていうのが1点目と、僕はピカさんを入れたくないんだよな。直前までエレクトリカルに行ってバイタル見られることがほぼ分かっているピカさんが、うん、殺すわけがないと思っている。そうだから、私は白いということをナイトメアさんも承知してくれてるし、私もボタンを押してるから、私がインポスターじゃないってことは理解してほしいんだ。これで理解が意味がないから、インポスターの時にこれやる行動がね。まあ分からなく、気持ちは分からなくないけど、そこの二郎であったとしても置いといていいと思うけど、まあ議論がごちゃごちゃなってるから合わせた方がいいかったね。後半に濁りそうだし。わからなくはない。夏目先生が急にポッとね出したラインが見えたって多分僕も言ってたと思うけど、そんな感じでしたもんね、出し方がね。否定できましたね、完全に。まあ、じゃあ全部のあれが切れたね。まあ一路は落ちてるってことでしょ。カメラ見てた方はどなたですか？はい、僕です。マックスさん見てたのを、マックスさん見てたのを見てました。僕はコックピットの方に、これ鳴ってる時にコックピットの方に行って、アドミを見ようとしたタイミングで入ったタイミングで終わりました。自分最終一致昇降機です。アーカイブ側から言ってるの、先端とカメラを見てたマックスさんを見てると思う。あ、ナイトメアさんコックピットの方行ってたわ。初手で。もしかしたらじゃあそこに死体があったかも。僕は入ったタイミングで終わったから。そうだね。左行ってましたね。キッチン脇でエンジ、武器庫通信室エンジン行っていくときに確か左行ってたと思います。メインホールでプテが湧いてた？一緒に湧いた？夏目先生ってどういうルートでした？でメインシャワー、アーカイブ昇降機。で、メインでプテステラと会った後にシャワー室に行き、アーカイブ昇降機で昇降機のところでダウンロードしてるセンターを見て、自分はしごを降りてリアクターを直し、センターがムーンを使って左の
長方機直してボタンです。でかつナイトメアさんはリアクターに向かってきてないですね。はい。僕もコックピットの方に自分が直してます。多分なんですけどアーカイブのから昇降機に行くときに扉開けてました、夏目さんって。ちょっと待って、あ、開けてた。ね、一郎落ちてる感覚があるから僕実利飲むわ。なんか勝てる気しないわ。ん？え、これ結構僕疑われてるでしょ。コックピットに向かったって言われてるから。いや疑ってないっす、疑ってないっす。え？別にじゃあそのままもう一回まゆこさんさ、誰疑ってる？まゆこさんは左直したんで、まゆこさんも容疑者位置ではあると思います。うんうん、私シャワーメインエンジン昇降機の方です。一応行ってきます。うん、誰怪しいかな。わかんねえな。夏目先生は無理なんじゃないかな。4人番目、実利飲んでの4人番目はちょっとね、怖いよね。かつボタン意識がな、あれだから。ボタンも残ってないのかな、生きてる人。白黄緑。すごかったですよね。笑っちゃったよ。じゃあ夏目先生になるんですけど。あ、なんで？夏目ピカクラさんにいるの。3人で発見しました。100% 無理です。3人とも。です。先端ずっと一緒にいたんですか？そう。そうなります。ね、自分展望デッキに行って先端がそれ証明してくれてると思うんだけど。いや、直近でエンジンに向かってるとこしか見てないです。あ、そう、そのまま武器庫キッチン展望デッキっていう風に。それの時に、死体が宿舎前通路にあったんですけど、うん、昇降機ミーティングって上がって、うん、舞妓さん上にいて一緒に降りて、はい、なんで舞妓さん 100% 無理、マックスさんは移動の床を使って右の停電多分直してくれて戻ってきた瞬間、はい、3人に合流してなんで。弁当とかないですか、舞妓さんの。弁当殺してとか。ドア閉まってたんで両方とも。あ、じゃあメインで弁当で飛んで殺してでそのまま。舞妓さんですか。舞妓さんは 100% 無理です。僕より前にいたので一番無理です。私が一番最初に。うわあ、お見事です。上がっておりますので。じゃあ無理だ。いやー、じゃあお見事でした。え、普通にピカナツメだったんだ。じゃあ。あ、そうですね。すごい前綺麗でしたね、ピカさん。実際来てなかったで、男コミュニケーションには。来てない。来てないでないですか。うん、マジよかった、僕が死んで。ごめん、マジで。ごめんなさい、なんか、下手になんか LINE つなげさせに行っちゃって、ごめんなさい、すいませんでした。いや、すいません。え、自分からつなげたら、めちゃくちゃ白に見えたんだけど、普通にそこなんだ。そうだね、ナイトミヤさん目線はすごくそう見える。うん、で、夏目先生の証言に合わせると、メインホールを左方向に走ってるように多分ナイトメアさん映るから、多分ナイトメアさんには白取れてんだろうなと思ってたかな、ぐらい。そもそもあれですよね、僕を殺した後に、アーカイブ側に向けていってエロちゃんが見えてるか見えてないかぐらいですよね、多分。そう、実は私のルートとしてはシャワールームでキルをした後にアーカイブ抜けて、昇降機の弁当を通ってメインホールに戻って左方向なんですよ。へー、あー、そういうルートなんだ。うん、だ往復をしてるわけではなくてそこでぐるって回っているような感じですね。
なるほど。3人で発見は強いな。ねえ、しかもなんか死体が見えてたっていう。そう、でも笑っちゃった、あれ、めっちゃ。俺もあとあの最後、なんだっけ、サンロラになんとか持ち込んでくれたピタハシさんと、マイコさんがナイスでしたね、すごい。いや、あれなんか、あそこ釣れなかったらマジ終わったんで。なんか、エロちゃんとスナパイさん、なんか理不尽に死んじゃった気がしたって。うん、なんか、その。僕はまだ、そうね。ご遺族の真横さんなんかもう絶対夏のピカ絶対どっちか落としたい、もうこの二人しか見えないっつって、だから自分ピカクロさんしてやばい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 ってなって、この二人見えないとまでは言ってないですけど、でも二人死んでて最終的なケアまでしないの、なんで、うん、そうそう、俺もそう思ってました、うん、まあやるならエロちゃんタンズリで終わりですよね、多分タンズリで終わりですよね、二人釣るのならあれば三人釣るべきだって私は思ってたので、うん、意地でも釣りたかったです、うん、あの時は、まあ、気持ちはね、そしてはめちゃくちゃピカさんを視力を置いてたからな、うん、絶対釣り飲みたくなかったもん、ガチガチラインがあったのは確かなんですけど、まあ、それだとどっちかの足がつけば、うん、もうそこから芋づる式で釣れるんで、3キルだけ防げばね、うん、まあ、どのローンもあるのか、